グダグダするよマイクロソフト今週の言い訳タイムですね。えーまあ、先週金曜日にまた、えー、主催のコミュニティイベントがあったので、まあ、動画公開できなかったんだけど、まあ、あと、まあ、某弊社のウェビナーが、えー、今日お昼あって、まあ、その準備にも、ね、結構追われててでようやく火曜の今日ですね、今撮ってます。まあ、そこそこ登壇経験のある僕は もともと緊張しない方なんで、まあ、平気なんだけど今日は結構焦ったっていうところがありましてまああの本番前にリハーサルをしてたらキャ,キャメラさってカメラがオンにならないんですねで、まあ、僕の顔なんてまあどうでもいいから結局今日はオンにしなかったんですけどせっかく昨日のように頭こう反ったのにって思ったのでせっかくなんで今綺麗な頭をさらしてますあとリハの後にネットワークのせいかもしれないと思って モデムとルーターを再起動したんですけど、まあ、全然復帰しなくて結構焦りました。まあ、結局2回再起動した後に5分ぐらいしたらようやく復帰したっていう感じなんですけどまあもう泡わやテザリングっていう事態でもうデスクトップ PC にこう無線 LAN ないんで。 急遽ノートでやらなきゃいけないかなって、機材がね、結構ごそっと変わるんじゃないかなっていう感じでした。さすがにね、嫌な汗かいたので、今度は、今度は、今後は不測の事態にこう備えて、スマホのテザリングとノート PC ですぐスイッチングできるように練習しとこうかなと思っています。まあ、イベントとかセミナーがこうオンラインになると、まあそういうトラブルもあったりします。 ということで、今日もグダグダとスタートしたいと思います。では。<music> はい、改めまして、太一です。ということで、早速いきましょうかね。はい。 えっと、先週。なので、11月30日から今日までの分ですね。もうその12月なんですよね。早いですね。今月はま、まだまだ僕、忙しいです。会社でもあと2回登壇。で、あと、プライベートでは今週末土曜日に、オフィス365の勉強会で登壇したりとか。 まあ、あと1回、2回、あれ忘れちゃったけど、まあ、あるっていう感じですと。年明けても、まあ、なんかいろいろ計画が会社の方でも出てきたみたいなので、まあ、ちょっとうかうかしてらんないんですけどっていう感じで、えー、1個目、Microsoft Teams、モバイルアプリの通知設定も改善されたっていうことで、まあ、あの例、またた、例によって iOS、まあ、温かく感じちゃって、例によって iOS のみなんですけども、えーまあ、これ、実際画面に 見るのめんどくさいのでえ、こう見てみると、まあ、Teams のモバイルアプリ、このバーガーメニューから通知をクリックすると、まあ、こんな感じの通知画面になったって感じですね。以前はこういう感じで。で、これ何が大きく違うかっていうと、以前の方は、どっちかっていうと、こう、階層がなくて、ダラダラダラってトグルがあったんだけど、それが、 こ新しい方はカテゴリーが分かれててそのジャンルの中でクリックするとあクリックにはタップですねタップをすると、まあ、その中にまたトグルがあってっていうこう階層分けをされてるようなそういうイメージになってまあ、こうより分かりやすくっていうところにこうなってくると思うんだけどまあ今まで慣れてきてる人からすると逆に階層が分けられてタップする回数が多くなってきてとかっていうところでまあ、ちょっと いい印象じゃないのかもしれないけど、まあ、個人的には僕は大歓迎だと思います。はい。サクッと次に。アウトルック。イベント間に休憩を入れる選択。あ、選択じゃない。設定。今日、ダメですね。こウェビナー終わって、もう相当ちょっと疲れてるので、えー、ぐだってます。いつもより。まあ、いつもぐだってんですけど。はい。じゃあ、行きましょう。えー、ということで、これは何かっていうと、 もともとですね僕が、えー、結構前に登壇した時にオンライン会議をこうやっぱ在宅勤務のこうニーズになってオンライン会議どん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 増えてくるとあの30分単位で会議をこう入れるじゃないですか。で例えば1時間1時間ってこう連続して入れられると休憩がないっていう状況が陥るんですね。 なので、えー、その前登壇した時はあの会議の設定の時にあの開催者の人が配慮して、まあ、5分前じゃないや5分後からスタートするとか5分前に終わるとかっていう感じで、まあ、あの参加者の人の休憩時間を配慮しましょうみたいなそういう登壇をしたんですけども、まあ、実はアウトロックの方で、まあ、そういう設定があった。 っていうのにこの間気がついたのでっていう感じですね。実際に画面を見てみると、はい。これ、アウトルックの設定の中なんですけど、この予定表っていうところの、このイベントと出席、えイベントと出席、うん。の中に、ここ、予定と会議を早く終了するっていうのがあるんですね。ここをこうクリックすると、1時間未満の場合は5分。 1>, 1時間以上の場合は10分っていうような、えー、のがあるんですね。でこれで、えー、保存をすると会議が早く、まあ、終わるとかっていう感じになります。あれこれ UI 変わったな。んちょっとお待ちください。えっ、ー、と、予定表のイベントと全てのあれ なんか、UI、変わってんな。俺この中だと全てのイベントの期間を短縮するってやつにチェックすると早くイベントを終了と遅れてイベント開始がこう選べるわけなんですけどこれ見るとそれがないですね。 今、確認してみたんだけど、なんか違います、ねあの、こっちの環境は実は、えー、と僕の、まあ、別の検証環境なんですけども、ブログを作った時の環境の方をこう見てみるとこっちの方は、やっぱり全てのイベントの期間を短縮するで、ここでこれ選べるようになってるんですね。 これは何だろうこれは今発見した感じですね。こっちとこっちで違う。うーん、わからない。まあ、もしかしたらなんですけど、うーん、こっちの環境にはまだ反映されてない機能だから今展開されてる最中の機能なのかなちょっとわかんないですね。いいや <laughs>。っていう感じで、いい加減にお送りしちゃうんですけど、まあ、とにかく、 えーまあ、そんな感じで、えー、オンライン会議をするときに、まあ、休憩をこう強制的にというかデフォルトで5分前とかあ間違っ,ちゃった5分後とかそういう感じでこう設定することができるというのがここの機能になってきます、まあ、今みたいにちょっと UI が違うので、えー、皆さんの環境でどうだか分かんないんですけど、えーまあ、ちょっとチェックしていただければと思います、まあ、ただなんですけど オンライン会議のみに適用されるわけじゃなくて全部会議に適用され会議じゃねえや全部イベント予定に適用されちゃうので、えー、っと会議以外のものちょっとした予定あの抑えたい予定みたいなやつも全部、えー、変わっちゃうので、まあ、その場合は手入力で、えー、00分に戻すとかっていうのがちょっとめんどくさいところ、まあ、あとはアウト o ックからの設定なので Teams の予定のところは、全くこれと対象外っていうところもあったりして、若干微妙なんですけどっていう感じで紹介しました。次、Microsoft Teams プレゼンスステータスに期間を設定できるようになったっていうところで、これ実際に見ていただくと、よいしょ。はい。ここの、ここをクリックして、 まあこのステータスのところでここの中に一番下じゃないや下から2個目か期間ってやつがあるんですねでこれが今までなかったんですけどクリックするとこういうふうな感じになってて今連絡可能になってんだけどそれを取り込み中にしてえ例えば今日っていうふうにして完了を押すと取り込み中になって今日が過ぎると。 これが、えー、元にに戻戻るるんで、で連絡可能の状態に戻るっていうそういう、ううそやつですね。なので、えー、とここの期間をこう設定するわけなんですけどうんと、まあ、僕はねあんまりステータス気にしないし自分も滅多に変えないんで、えー、あんまりどうでもいいっちゃどうでもいいんですけどもしっかりここ、えー、と使ってる会社さんとかだと、えー、いいのかなと思います。 とといい。うことで、えー、よかっったら使ててみてください次。マイクロソフトチームズ。チャンネル内のメッセージをピン止めできるようになった。っていうところですねあの。ピン止めっていっぱいある,あると思うんですよで。僕も調べたところ、そのアプリのピン止め、チャットのピン止め、チャンネルのピン止め、会議のピン止めと4つあって、今回第5のピン止めが、えー、出てきたぞっていう、そういうお話です。 まあ例えばメッセージがあってこれをピン止めしたいっていう場合は点点点3点リダークリックしてここですねピン止めするこれが出てきたと思うのでこれをクリックしますで、えー、よく見るとメッセージやチャンネルを表示するユーザー全員にピン止めされますっていう感じでピン止めをしますそうすると若干ねここにアイコンみたいなのがついたしここの色がこう変わったっていう感じなんだけど まあただとはいえなんですけど別のスレッドの方を書くとよいしょ読み込むとそっちの方はやっぱり下に来るんでスレッドピン止めしたスレッドが固定されるってわけでもないんですね。でじゃあえただこの色だけとかアイコンだけついてそれがピン止めだと「いや流れちゃえば」 意味なないじゃんなんですけど、まあ、実はこれもちょっと微妙なんですけどピン止めした後に右上のこの「チャンネル情報を表示」っていう「i」のアイコンを押すとそうするとここに一番下に「ピン止めされた投稿」っていうのがあってここにピン止めされてるんですね。なのでチャンネルに入ってチャンネル情報のウィンドウを開いて ようやくこう見つけられるっていう感じであんまり目立ってないんじゃないかなっていうところなんですけどうんどうなんでしょうねちょっと分かんないですうんであとスレッドにピン止めをするだけじゃなくて、えー、例えばこれこの返信の中これもピン止めできますなのでスレッドっていうよりかは一個一個のメッセージに対してピン止めができるようなそういう感じですね で、クリックすると、それがこう開くような、そういう感じです。うん。はい。という紹介でした。次。はい。Microsoft Teams でオンラインイベントを会議で気軽に開催する僕なりのベストプラクティス、準備編ということで、まあ、これは僕がその主催イベントで、この Teams の会議を使って、 でまあ、イベントをやってるんですけど、まあ、そこで、えー、いろいろ新しい機能とか最近盛り込まれた機能とかを使ってるんですねでその中で、まあ、こういうやり方をすればよりこう安全に手間もそんなかかんなくできるんじゃないかっていうことをこうある程度こう分かってきたのでそれをまあ僕なりのベストプラクティスとして紹介してますでオンラインイベントって書いてあるんですけど 別にそのコミュニティのイベントに限らずですね会議をする時きに、まあ、社内会議とかそういう時に使っていただければと思います特になんですけど、うん、偉い人との会議とか大人数だけどしゃべる人が決まってるとかっていう会議の時は、えー、しっかりやった方がよくってその時にいろいろノウハウとしてあればいいなっていうのを入れておきましたで 準備編なので、準備のところまでなんですけど、えー、まあ、多分今週、来週あたりには、えー、開催からさ終わりまで、終わった後までっていうところの、えー、と続きの話も、えー、記事にできたらと思うんで、ぜひ見てください。次。最後ですね。Microsoft Teams。タブを別ウィンドウで表示。ということで、まあ、これ今日書いたんですけども、 今日びっくりしましたねたまたまこう出てきたやつなんですけど、えー、例えばタブをと,とりあえずプランナーをちょっと開いてみますそうすると右上のところにこのなんか外部リンクみたいなアイコンがこう出てきてこれなかったと思うんですよね最近で、えー、これがタブを別ウィンドウで表示するっていうのでクリックすると、まあ、こんな感じではいタブの中身が別ウィンドウで 表示されるような、えー、そういうううななそいい感感じじに、えー、なってきてきますこういう感じですねで、えー、これさっき、えー、見つけたんですけど、えー、っていうかツイッター、Twitter、で、えー、太田さんのツイートで気がついたんですけどプランナーアプリの名前が変わってますね変わりましたねでこれがもともとプランナーっていう名前からまあタスクスな、えー、と日本語だと多分タスクになんだろうなって思ってたんだけど よく見るとプランナーおよびトゥードゥーによるタスク数みたいな感じの長いタイトルにこうなっちゃってるんですねなのでこ,この左のここを見てもプランナーおよみたいなそういう感じでなんか収まりが悪いんですけど、まあ、ちょっとそれは置いといてまあ、名前が変わりましたっていうことでまあえー、話を戻してタブも、まあ、こうやって別ウィンドウで表示できるようになったので例えばなんですけど、えー まあこの例えばこのタブの中で今集中して作業をしていたとしてでチャットの通知が来たからこう見ますよっていう場合も普段のこのタブの状況だと通知が来たからそっち見てでまた戻ってってやるとそこの,このまたタブ開いてっていうこの動線で思考の分断があると思うんだけど集中して作業したい場合はこれを。 別ウウィンドウで表示させればここは固定なのでで、えっと、通知が来たら別の方を見てですぐ戻る時はこっちのウィンドウを開くだけなので、まあ、思考の分断が減るんじゃないかなと思うんですけどどうなんでしょうね僕も使うかどうかわかりません、まあ、ぶっちゃけチャットの別ウィンドウで開くやつも 使ってないで,す、ねで、えっ、ー、と、次、えっ、ー、と、このマイクロソフトリストのリスト、これも別ウィンドウでこうやって出てきたりとかします。で、ただ残念ながら、まあ、投稿タブない、ファイルタブない、まあ、ウィキタブないということで、チャンネルを作ったときにデフォルトで 作られるタブはこの別ウィンドウの表示がないので多分一番のニーズはこのチャンネルの投稿タブこの会話のところが別ウィンドウにできれば一番嬉しいと思うんですよね多分チャットの別ウィンドウがこう出てきた時もえチャットだけなのっていう意見もあったと思うんでだけど今回も結局ここは別ウィンドウか できないっていうところがまあ今のところの仕様ですね。ただしなんだけど、リストのリストをこう別ウィンドウで開いて、わ、失敗。よいしょ。はい。で、えー、どれかアイテムを開きます。そうするとここに会話っていうのが出てきて、 この別ウィンドウの中でも一応アイテムから会話をスタートすることができるのでこの用途に限り別ウィンドウでうんあのチャンネルの会話ができるっていう感じなんですけどもっていうぐらいですねであと試したところ Power BI のレポートとかそこら辺もこう別ウィンドウで表示できたんだけどっていう感じではあります はい。ということで、終わりですね。はい。ということで、ちょっといつも以上にグダグダしてしまったんですけども、まあ、ちょっともうね、疲労感満載なので、お許しくださいという感じです。で、えっ、ー、と、あそう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 、思い出した。ちょっと戻します。こないだ、うんと、まあ、Teams のノイズ抑制機能を使って、 あのこういう企画をやったって話はしたと思うんですね。チームズで、まあ、コミュニティの人たちでこう集まってで、えー、とノイズ抑制機能を使ってポテトチップとか、えー、せんべいをバリバリ食べてその音がちゃんと、えー、ノイズリダクションされてるかどうかをこうチェックするっていうところですね。でこれが。 まあ結構面白おかしくやって終わったんですけどその後、まあ同じマイクロソフト MVP の木材さんがこうなんだっけトゲッタっていうんですかこれでまとめをしてくれたらこれがねなんか結構いい感じに話題になってでそれが元であでネットラボさんから「これあの記事にしていいですか?」って言われて。 で、こう記事になったっていうところで、まさかのまさかで、あの咀嚼のイベントがネットラボさんの記事になるっていうところで、なかなかこう話題になってですね、これでツイッターでは、えーっと、マイクロソフトの,あの西脇さんに、これ話題として取り上げてツイートしてもらったりとか、あ,あとは僕の方で、これを、 こういうことやったんだぞっていうのを、えーまあ、アメリカの方の,あの本家の方のチームズの公式アカウントに、まあ、英語でツイートをしたところちゃんと反応をくれたりとかでその英語のやり取りを、まあ、日本マイクロソフトとかマイクロソフト365の日本の公式アカウントあたりがこうリツイートしてくれたりとかっていう感じで若干ねちょっとあの話題になったっていうところもあって。 まあ何がこう話題になるかわからないなあっていうところで面白かったです。はい、元に戻します。まあ、ということで、えーまあ、今回、今後、今回じゃないか、今後もいろいろコミュニティ活動をしていくんですけども、まあ、直近では今週の土曜日にオフィスサン旅勉強会で、えー、登壇する予定になっております。まあ、あの在宅勤務 のところの話を織り交ぜて、マイクロソフト365で、えー、僕はどうして過ごしているかとか、えー、そこら辺のティップスあたりを紹介したいと思うので、えー、勉強会参加される方は、ぜ、え、ひ、ー、聞いていただければと思います。ということで、よいはい、終わりにしたいと思います。では、またさよなら